エリック・ディードメインは、カナダ出身の数学者、計算機科学者、芸術家、マサチューセッツ工科大学のコンピューターサイエンスの教授、MIT コンピュータ科学、人工知能研究所の計算理論のグループに所属。研究対象は、アルゴリズム、データ構造、計算機科学、分散コンピューティング、グラフ理論、計算複雑性理論など多岐にわたり、 とりわけ折り紙の数学の研究において多大な貢献をしている。カナダのノバスコシア州ハリファックスで生まれた。7歳の時から12歳で大学に入学するまではホームスクーリングを選択し、その期間に工芸職人の父親と共に北米を旅した。7歳の時に初めてコンピューターのプログラムを書いた。1993年12歳の時に カナダのダルハウジー大学に入学し、わずか2年間で学位を取得、同大学史上最年少の14歳で卒業した。その後、ウォータールー大学で数学とコンピューターサイエンスを研究し、1996年に修士号を取得。2001年、20歳の時にコンピューテーショナル折り紙の研究で博士号を取得した。この研究で、カナダ総督アカデミックメダル賞と、 ムサック博士論文賞を受賞した。2001年、マサチューセッツ工科大学にアシスタントプロフェッサーとして、同大学史上最年少の20歳で招かれた。2003年、マッカーサーフェロー、いわゆる天才賞を受賞した。2008年、折り紙の数学によるアート作品が、ニューヨーク近代美術館の展示にされ、常設コレクションに加えられた。ありがとうございます。